ますけど、3組は、渡辺さんです。よろしくお願いします。どうもこんにちは、渡辺雅彦と言います。今日はちょっと30分間時間与えられたんで、今まで自分で作った曲を何曲か入れたいと思います。みんな短い曲なんでね、10曲ぐらいできると思うんですけども、まあお付き合いください。最初の曲はこれから2人でっていう曲です。男と女ってね、知り合って一緒になるまでは別々な人生があるわけであって、そんなことから知り合って、まあ、一緒に暮らし始めたりとか、そういうことがあるんですけど、それがもしなかったらまた別々な人生で知らないで暮らすんだと思います。でまあなんか縁があって知り合ったのでね、これからは何で一緒にやりましょうという単純な話ですけど、曲も単純なんですけど、聴いてください。これから2人です。
しくお願いします。青柳です。マウソー。次の曲はあなたがいてくれればっていう曲です。昔ね、家でヤモリって見たことあるんですけども、トカゲみたいなやつなんですけど、でもトカゲと全然違ってて、なんか吸盤ですごく華奢で弱々しくてね、なんか自分みたいだなと思っちゃった時に、今度ヤモリ生まれちゃったらどうしようかなって考えて、それでもあなたが一緒にいてくれれば幸せですという歌を作りました。ちょっとすみません、暑いとちょっと雨ですよ。すみません、なんか震えてんぞ。朝上がってるよ。大丈夫だよ、うん、ちょっと肌見るので。そうなんだよ。MC だけでもいいよ。面白いから。じゃあやります。あなたがいてくれる。でも僕はあなたが一緒にいてくれれば幸せに暮らせます。もし人間たちから嫌われる真っ黒なカラスに生まれても、あなたが一緒にいてくれれば幸せです。これから先「すべてが裏目に出て何もかもうまくいかないとき」「でもあなたがいてくれれば僕はくじけない」「前を向いて一生懸命」その時にちょうどトイレに行って、あれ今いい曲だったなって自分では思ったんですけどね。で譜面かけないから愛してこうだで、ね、鼻歌みたいに入れていて、で次の朝起きてギターでコード拾って、そこで作った曲です。で詩は1番作って2番も思いつかなくて、それを2回繰り返して歌いしました。初めて会った曲です。聴いてください。初めて会った日、僕が声をかけた。あの日、あの夜、あの店で君と会ってしまったから、また会いたくてさ、手紙を書いたのさ。
次の曲はどんどんいきます。君が欲しいものは何でも僕に言ってくれば探してきてあげるっていう歌です。ちょっとロックっぽい曲作りたくてちょっとリフを作ってそれで歌う中にしたんですけど、今日はあえてアコギ1本でやります。君が欲しいものは何でも聴いてください。セミっていう曲です。童謡ですね。童謡みたいな曲です。音楽は何でも好きです。童謡でもアロックでもロックでもね。セミって昔からちょっと思い入れがあって、7年間土の中でずっと過ごして、ようやく出てきたと思ったら人なしで死んじゃって、けなげだなと。でも与えられた時間、一生懸命生きてるなって思いますよね。そのセミを思って作った曲です。童謡です。聴いてください。Oh
はい、どうもありがとうございました。今日で間違っちゃったりしてね、練習したりなんですね。次は勇気を出してという曲です。僕はビートルズが大好きで、ビートルズの曲で You are going to lose that girl って曲があって、でその詩の内容、ジョン・レノンが作った曲なんですけどね、その詩の内容は君今夜彼女を誘わないと彼女は心変わりしちゃうよと、君の彼女に対する態度を見てると僕はどうもイライラしちゃうんだと、君がそうやってやらないんだったらもう彼女取っちゃうからねみたいな、そういう曲、詩でね、詩の内容はすごく好きで、それにインスパイアされて作った曲なんです。曲は関係ないんですけど、詩の内容で作った曲です。短い曲です。勇気を出してって曲です。聴いてください。でその彼女の映画で20代の時に君がいた夏っていう映画があって、それは見たのかな見てないのかなよく覚えてないんですが、そのタイトルだけが頭の中にずっと残ってて、君がいた夏ってフレーズになると思って、で曲する時に君がいた夏じゃ同じになっちゃうね、君がいたあの日あの夏の日思い出すっていうのが出てきて、それで作った曲です。聴いてください。君がいたあの日です。
次は11番今一度本気でっていうんです。今までの人生ね、考えてみて本当に本気出して生きてきたのかな、生きてこなかったかなという後悔と、まだちょっと余生があるんでこれから一緒にやろうかなという気持ちで書いてます。今一度本気です。聞いてください。諦めたことややれないと思ってたこと、今ここで一度やり直してみないか、自分の力を信じてどこまでも粘り、疲れた時には少しだけ休んでいいから、諦めたことややれないと思ってたこと、今ここで一度
次の曲は Lonely Kind of Woman という曲で、これ英語で作った歌なんですけれども、将来あのね、じじいになったら、もうすでに初老ですけどね、もっとじじいになって時間的に余裕ができたら、バックパックでギター持って旅行して輸送してるとかやるって道端で歌いたいなってこと考えてます。これから英語でも作っていこうかな。はい、じゃあ聴いてください。それは Lonely Kind of Woman です。